こちらは三角チーズサンドパンです、はい、かつて学生を中心に山口市小郡で親しまれていました、はい、製造する店がなくなり幻と言われたパンを復活させた一児のママがいます。販売開始から2年、山口県の名物になればとママの挑戦が続いています。たっぷりのクリームチーズを塗ってパンでサンド、クッキー生地をまとわせオーブンでじっくり焼けば、鮮やかな黄色の三角の出来上がり。去年6月にオープンした山口市のスーパー、パンの売り場の目立つところにありました、三角チーズサンドパンです。かなり評判良くて、本当にいい人で行くと10個以上買われる方もいらっしゃいますし、おととし三角チーズサンドパンの販売事業を立ち上げた原田沙耶さん、一児のママです。大きくなったね。ねえ、くちゃん今1歳3ヶ月です。原田さんを初めて取材したのは半年前。育児の傍ら山口市内のスーパーなどと交渉し、店の一角を借りて販売したり、地元のお祭りに出店したり、三角チーズサンドパンのことをたくさんの人に知ってもらおうと奔走していました。三角チーズサンドパンはかつて山口市小郡の名物でした。学校の給食や売店の人気メニューとして長年愛されてきましたが、お店が閉店したため幻のパンと言われていました。小郡出身で三角チーズサンドパンの大ファンだった原田さん、このパンで地元を盛り上げようとほぼ独学で味を再現し販売を始めました。このパンを山口市の方にもっともっと知っていただきたいので、いろんなところでその販売も増やしていきたいなと思いますし、私はこのパンを使ってその地域をもっともっと盛り上げたいと思ってるんですね。あれから半年、原田さんの熱意は止まりません。今年から山口市と宇部市のスーパー3店舗で毎日販売されることになったのです。もう嬉しかったです。やっぱり常に店にお店にあることで SNS を知らない方からもこのパンを知っていただくことができるので、すごくありがたいです。ありがとうございます初めてですか？もともと小郡にいたんで。あ、そうですか。で娘も小郡中学校はチーズパンが出てたみたいで、うん、そうですね、これ買ってきたら喜ぶんで、もうどこ行ってももうないじゃないですか、うんうん、懐かしがって喜ぶんでついて。そうなんですね、ありがとうございます。え、もし そうなんです、あ、嬉しいです、ね、はい、ありがとうございます嬉しいですね。もう結構私が納品した時にお客様に手に取っていただいた時、私声かけるようにしてるんですよなので、ね、実際のリアルのお客様の声聞けてすごく私もすごく参考になりますし嬉しいです。何よりまた悪いの分かってるね。悪いの笑ってますね。ほら連行します。育児に奮闘しつつパンの販売に追われる忙しい毎日です。おはようございます。おはようございます。すいません、今日よろしくお願いします。はい、この日原田さんが訪れたのは長戸ラボ。商品開発を目指す人を支援するため長戸市が開設した施設です。原田さんはここにパンの製造を委託しています。
動画撮ってあの SNS で皆さんに配信してます。この製造を、そうです、製造工程をよりリアルに体験していただきたくて。山口市を中心に販売を続けるうちに評判が広がり、 SNS にはさまざまなお店から出店を希望するメールが届くようになりました。今では下関から岩国まで県内の至る所で販売されるようになりました。2週間ほど前からはネット通販での販売も始めました。今回送るのが山口県の方が 2,3件と、それ以外全部県外の方ですね。全国へ配送を始めましたので、いつでも三角チーズパンを召し上がりいただけます。販路の拡大が続く三角チーズサンドパン、山口県の名物と言われる日も遠くないかもしれません。県外の方は山口県で言ったらフグなんですよね。まあ、同じ同レベルとは言わないですけども、山口県って言ったらあの大阪でいうたこ焼きみたいな感じで、あ、三角チーズパンの美味しいところねっていう感じで、皆さんが興味を持ってあの観光に来ていただけたら嬉しいなって思います。はい、ご紹介しました三角チーズサンドパン、うん、スタジオにも用意しましたので、沖田さん食べてみてください、うん、いかがですか。この周りのクッキー生地と、あとしっとりとした食パン、そしてクリームチーズ、この3つの、ね、味の違いは、美味しいのももちろんなんですけど、食感の違いで最後まで食べていて楽しいですよね。年齢を問わずにファンが多いっていうのもよく分かりますよね。たっぷりのクリームチーズ、あのなんか思いの強さも、原田さんの思いの強さも感じますよね。あの原田さんがですね、実際にあの店舗に、ね、出向いてお客さんとの、ね、会話を大切にされている姿もとても印象的でしたよね、うん、本当にこれからあの全国の方に広まっていくのではないかなと感じます。三角チーズサンドパンの販売の告知ですが、インスタグラムで行っています、うん、出店の希望もインスタグラムのダイレクトメールで受け付けているということです。